ちの由来もおもろいよね。そう、最初、その TK って名前でアップしてたから、はいはいはい、TK なんで5万といるし、はいはいはい、まあ、哲也さんも竹尾菊池さんもそうだしてるね。で、TK 各地にいるってなって、はいはい、で、メガネかけてるからってメガネ名前しようとしたんですけど、はいはい、メガネかけてるってだけで馬鹿にされた時代なんですよ。はい、何メガネかけてるやつがラップやってんだよ。あ、時代的にね、ライブの最前列で中指立てられたことあるんですよ。えぐ目の前。全員みんなその時はコンタクトつけてたんですか、ラッパーさんと。いや、まあ、もう、ね、名刺、名刺っていうか、どっちかな。ないじゃないじゃん。カスカメのメガネは潰れて、あ、地元カスカメですけど、メガネは結構あるっすね。メガネに行かんだって。ナチュラルパスいいよ。しかも返しが早いね。やっぱこう、バトルありる。確かに、返しめっちゃ早い。確かに。間髪いかずね。さすがに。早いっすね、やっぱ。そこで、あえて黒縁をつけた。そうなんですよ。で、バカにされても、いや、黒縁メガネつけても言いたいことあるんやって。で、池田黒縁っていう名前にして。でも、その中指立てたやつが、そのバトルで勝ち上がったら、お前やばいよって言ってきたんですよね。数年後。うわぁ、それ気持ちいいっすね。気持ちいいっすけど、何を今更ってあったんですか。何を今更こうなった瞬間ね。手のひらが返った瞬間ですね。なんで嬉しかったっすね。すごいな。なんかその、フリースタイルのバトルとかよくやられてるじゃないですか。はい、その、戦いにくい相手とかいます？ああ。そのバトルやってて。ああ、やっぱ話が噛み合わない人っすかね。やっぱ一番無敵っすよ。みんなも出るしかねえよ。めっちゃ強いと思うっすよ、バトル出たら。わき、わきはリンネットで、リンタクバトルで。やばい、話が通じないっていう。なるほどな。話が通じないからめちゃくちゃ面白いけど、話が通じないバトル確かにあるよね。そう、会話ってガタなんで、うん、会話噛み合わないともうダメっすね。あ、はいはい、もう言いたいことだけ言ってくれようなやつとか結構苦手みたいなことか、わけわかんない、誰に向かってラップしてんだろう。あの、やっぱ観客だけにこうラップする人とか、ラップすればいいんですけど、過去金髪の相手のラッパーに首だけ振られたことあるっすよ。ヘッドバンギングだけされてるみたいな、目の前で。そうなんですよ。でもその半分ぐらいヘッドバンギングしたら、はいはいはい、で負けたんですよ。え、負けた。そうなんですよ。金髪ヘッドバンギングに負けて、まあ、リックジーとラッパーなんですけど、それ、はい、あ、リックジーね。リックジー、はいはい、あのバトルね。そうなんですよ。あれもヘッドバンギングで負けたんですよ。あれ負けたと。そうなんですよ。きつっ。そうですね。動きで負けたのは初めてですね。はい、おもろ、それ MC バトルじゃないやんね。で、その頭振ってた時やっぱ会場うわーってなってたんですか。うわーってなってた。戸惑っちゃってめちゃくちゃもう隅に追いやられた感じ。これリック・ジーにオファーしたけんじゃないね、別に。リック・ジーってラッパーなんですけど、相手がリック・ジーってラッパーで。そうなんですよね。すごい、そんなこともありましたね。じゃあリック・ジー君が一番結構やりづらかったなって印象が。やりづらかったっすね、はいはいはい、言葉通用しないんですもん。動くんすから。言葉の対決なのに日本語が通じないと。ラップめちゃくちゃかっこいいですけどね。普通にラップしてもめちゃくちゃかっこいいからこう成立するっていうのもあるから。あ、なるほど、なるほど、確かに。